また面倒な連中が来たものです。あの方が万一ファルネーゼ様に害をなすなら、私は残念ですが、皆さんをファルネーゼ様に会わせるわけにはいきません。僭越ではありますが、あなたの望み、今この場にてお受けいたします。セルピコさん、ガスさんまでどうしちゃったんですか？思い詰めてのことだろう。決着つくまでお前らそこを動くな。まさか本気で切り合うわけねえじゃんか。寸止めだ寸止め。この列柱の名は柱の森と呼ばれていて、間隔が通常よりも狭く、その数も膨大です。少々鬱陶しいでしょう。その体験にはあなたとは真っ当になったところで勝てる気がしませんので、あしからず。相変わらず食えねえ野郎だ。こう申し込まれっとはな。こんな時にクシャーンが。今は一時休戦といきましょう。こういうのならもう慣れたもんさ。こんな雑魚どもシルクの敵じゃないわ。恐怖を知らない敵は実に厄介ですね。ファルネーゼ様に知られたらお叱りじゃ済みませんよね。ただの召使いには負けねえぞ。精霊さんたち、取れ。やめておいた方が、怪我じゃ済みませんよ、石泥さん。後でちゃんと理由を説明してくださいね。これ以上無理です。大丈夫ですか、シールケさん。何もできねえのか、俺は。ガッツさんに稽古をつけてもらっているだけのことはありましたね。こんな時に悪いが、俺だって大切なもんがかかってんでな。ファルネーゼ様のため手加減はしません。どうしてこんな。こんなのおかしいだろ。どうしちまったんだよセルピコ。やはり強い。とてつもなく。あなたと出会い旅する中で、私も少なからず変わってしまったようです。己の宿命と真っ向から切り結ぶ、豪華に身を焦がすごとき生き様に、そ知らぬ風を装いながら、私もいつしかその熱に当てられていたのかもしれません。確かに認めざるを得ない男です。ファルネーゼ様があなたによって変えられていくのも、無力感とともに一方では嬉しくさえ思えました。だからこそ許すわけにはいかない。あなたの狂気がファルネーゼ様に向くことだけは。
ファルネーゼ様に会って、それでどうなさるおつもりですか。わからねえ。とにかく会う。そう決めた。つくづくベタタコ勝負の人ですね。あなたの本気に負けました。精霊さんたちのおかげですね。場数は踏んでいます。恐れず進みましょう。精霊さんたち、ここにはお前の親兄弟がいる。お前の見知った貴族の世界だ。ここがお前の旅の終着地か。いいえ、この石のカゴの中でようやく分かりました。ここは私の戻る場所ではない。もう昔に旅立った場所なのだと。ただ懐かしくて立ち寄ってみた、それだけです。よっしゃ、これで元通りだぜ。さあ、面倒が起きる前にずらかるとするか。終わりではないぞ。死と告げる。要はクシャン帝国大帝ガニシか。ただいまこの場をもって異教と共に対し宣戦布告を申し渡す。その方らが目にした幻、それは今宵より続く終わりなき悪夢の始まりと知れ。なんだ今のでかい顔は。邪悪で巨大な魔力を感じました。あれはベージュの館を襲った者たちと同じ
人外の魔物です。使徒が王だと。あれも奴の配下の一匹なのか。この戦奴が関わっているってことか。おい見ろよ、空が赤く。まさかクシャーンが。ひるむな、引いてはならん。この地区を死守せよ。貴様らがどれほどあがこうと、所詮世の手のひらの上よ。船に乗ってしまえばこちらのものです。彼らは海の上までは追ってこないでしょう。さあ参りましょう。グズグズしているとまた敵に襲われるかもしれません。俺様の出番だな、任せとけ。ここには私の肉親がいるんです。どうか。あったよ、やれやれ、とんだ慈善事業だぜ。難敵ですね。頼みましたよ精霊さんたち。危ない、キャスカさん、さあこっちです。ファルネーゼ様、キャスカさんをしっかりお守りしてあげてくださいね。私にはあなたを解き放つことができませんでした。もう一つの閉ざされた魂の塊で、私は暗い暗息に包まれていました。精霊さんたち、もうそれも終わりのようですね。あなたが焦がれた、全てをなぎ払う強い風が吹いたのですから。せめて私は嵐の中、半身がバラバラに引き裂かれてしまわぬように。少しは働いてみせないとお叱りを受けますので。すげえ、血しぶき血の海。シャーンは何匹こんな化け物を飼っているんでしょうか。ヒバリナ、サポートをお願いね。シルケのいいとこ見せちゃいなさい。手加減できませんでした。精霊さんたち、さあ
調子に乗るぜ。目首かかれねえようにしねえとな。一族復権のため今はドローすすろうともガニシカ大帝にお仕えせねばならぬ。立ち塞がんなら斬る。命を惜しむ者は英霊の列には加われぬとし、死んでも文句言うな。精霊さんたち、インターはしてんなよ。騒がしいだけじゃない。魔物を抑えないと先生やキャスカさんが、私がやらなきゃ。バルネーゼ様、さあ港へ向かいましょう。間に合いましたか。よし、俺に続け。魔術で運べればいいんですけど。魔術師、前例をもって終わってしまう。
ンたち。それ。覚悟を取った。シャーンの妖獣どもを蹴散らすことが主の命。欲望をむさぼりに来たのではない。我らも戦をしにここに来たのだ。大帝をチャラい。できました。私の魔術で皆を救うことができたんです。先生素晴らしいです。貴様おい、この首叩き落とされたくなけりゃ俺の言う通りに飛べ。てめえとの決着は後だ。やつをぶってぎる。寝ぼけたか。霞を貫く矛などある。霞を切る武器ならここに。よかろう。貴様の言葉に乗ってやる。切り裂いてみせろ、あのライオンを。来たよ、威厳を狙って。開きます。バルネーゼ様はキャスカさんの面倒を頼みます。キャスカさん、しっかり。さあ行きましょう。無礼者が焼け焦げ伏せよ。でっけえな、おい。世に逆らえば命をもって償うことになる。全てを奪い。難敵ですね。頼みますよ、精霊さんたち。頼みます、精霊さんたち。さあ、ここまでやるとは面白い。もう好きにはさせませんよ。お前のことだ。心配はいらなかったな。精霊さんたち、それ。おのれ。あの方を生かすためなら私はどんな手でも使うので、よろしくお願いします。すごい。余が膝を折るなど。このままではファルネーゼ様に合わせる顔がありませんので。派手にやってくれますな。すごい、人の技とは思えません。精霊さんたち、ハッ
しましたか。奇跡みたいなものですね。やっと本気を見せてくれたのですね。